hey, you're being my team. Can I get energy instead of AP instead of D energies, please? Thank you. Mitsuketa. Sagashite tan da. All right.Shut her out first.変な奴らのせいでいつも以上に疲れたな。So does that mean you'll be able to sleep, or do you, will you just go do paperwork instead if this is all over? だが、お前の呪いが解けて本当によかった。時間が経ったら、リトル D たちも元に戻ったみたいだしね。That's good. ソロモンにはまた改めて礼を言うとしよう。Yes, he does. ソロモンたちは帰ったし、今日のパーティーはもう終わり。他にも準備してたのに、全部は披露できなかったね。あんたに喜んでほしくてたくさん準備したんだ。この際だ、全部披露するか。実は俺からのサプライズとしてぬいぐるみを出す予定だったんだ。 Ooh, I love stuffed animals. よっと、この大きな猫のぬいぐるみなんだけど。Those in real life. 気に入ったなら君にあげるよ。このぬいぐるみ、実は中に入れるようになってるんだ。Cool. 中にサタンが入ってあんたを驚かせる予定だったんだよね。 That would have been adorable. でもそれはやんなくて正解だったんじゃない？絶対す そんなわけないだろう。こんなに可愛いんだぞ。可愛ければ滑らないとはならないだろう。That doesn't mean I won't enjoy it. ベルフェも披露したらどうだ？うん、僕はこれを披露するつもりだったんだ。これはカリンバか？カリンバ？What's a カリンバ？板についている鉄の棒を爪で弾いて演奏する楽器だ。あんまり動かなくていいし、僕向きだなって思ってこれにしたんだ。あんたのお気に入りの曲を弾きたくてずっと練習してた。I don't even know what my favorite song is at this point. Thank you, Belfie. あんたのその顔が見られただけで十分。なんでカリンバを片付けてるんだ。さては練習しても弾けなかったんだな。思ってたより難しかったから仕方ないよね。Never change, Buffy. ということで僕からのサプライズはおしまい。次はルシファーの番だよ。俺はもうすべて披露した。You're boring.
わざわざいくつもサプライズを準備しなくても気持ちは伝えられるからな。 Yes, that makes sense and all. But gifts are cute. Please. And you could show even more how you love somebody or how you feel about somebody with a gift as well. Jeez. 俺からの感謝の気持ちはもう十分お前に伝わっているはずだ。そんなこと言って何も浮かばなかったんじゃないのか？ I'm guessing it is. どうとでも言え。そういえばさ、マモンとレビは漫才するって言ってなかった？ちょ、それはやらないって決めたのに。Come on. え、なんで？なんでって、そりゃ練習したのに披露しないのはもったいないと思う。Okay, that was weird. My water bottle fell out of nowhere. Whatever. I love comedy. まあ、お前が言うなら。すげえ練習したし、確かにやっとかないともったいねえかもな。Yes, do it. じゃあ、マモンとレビが登場するところから始めるよ。はい、どうも。兄さんデビルズでーす。僕らは2人とも兄さん、それに2番目と3番目だから兄さんデビルズって名前でやらせてもらってます。それにしても今日はたくさんお客さんが来てくださってますね。左から悪魔、悪魔、一人飛ばして悪魔ってなんでやねん。そこは飛ばすなやーい。いや待って、飛ばしたのって人間じゃん。飛ばして正解やないかーい。なるほど。マモンもレビーもよく頑張った。面白いかどうかはちょっとよくわからないけど。ありがとう。もう二度としねえからな。Do it more, do it more. Come on, please. それじゃあ気を取り直して、次は僕とベールが用意したサプライズプレゼントに行ってみよう。僕とベールが用意したサプライズプレゼントはラテアートだよ。お前の顔をラテアートで作る練習をしたんだ。任せてよ。どこかの誰かと違って滑ったりしないから。そこ蒸し返すな。
まだ傷が癒えねえ。 It's okay, you guys. ラテの準備をするから少し待っててくれ。ラテの準備ができたから顔を描いていくよ。顔をもっとよく見せてくれ。なるべく本物のお前に近づけたい。次、僕の方にも目線ちょうだい。君ってやっぱり可愛い。おい、ラテアートに集中しろや。わかってるってば。はい、僕の方は完成だよ。俺の方も完成した。ちょっと失敗したけど。Both of you did amazing. やったね、ベール。ああ、お前に喜んでもらえてよかった。実は飲んだ後にもサプライズがあるから楽しみに味わって。She's gonna finish two of them. アスモの方を飲み切ったな。カップの底を見てくれ。カップの底にありがとうって書いてあるんだよ。このカップも今日のために注文しておいたんだ。エールのカップの底には君の名前が書いてるんだ。よかったら使ってね。Sorry if you could hear people talking upstairs.次で最後だけどよ。もう一つお前に渡すもんがあるんだ。俺たち兄弟全員で用意したプレゼントだ。これ。一緒に撮った写真をまとめたアルバム、受け取ってよ。あれ、もしかしてあんた泣いてる？ It's happy tears, don't worry. 泣くな。泣かせるために準備したんじゃない。笑ってくれ。Happy tears, don't worry. 早速中見てよ。この辺りの写真はお前が来たばっかの時のやつだな。ビビった顔してやがる。こっちはみんなで海に行った時のだね。懐かしいな。こうして改めて見ると君とたくさんのことをしてきたんだとよくわかる。アルバムをめくるたびに笑顔の写真が増えてきたね。 Good. ああ、それだけお前といる時間が大切になった証拠だ。どれもいい笑顔で撮れてるな。お前も、そして俺たちも。 Thank you so much, everyone. お礼言うのはこっちだって。そうそう、そのためのパーティーなんだから。本当にいつもありがとう。これからもよろしく。
Oh, that was adorable.